はい、皆さんこんばんは、しょうでございます。あげたらできましょう。さて、こちらのエボレックス、まあね、もうだいぶ時間も経ちましたんで、はい、必要な素材は揃いました。もうすぐに進化させることが可能です。はい、こんな感じでね。ただね、ただ、ちょっと待っていい？今日はちょっと進化させずに待っていい？あのね、今レベルを上げてるんですよ。で、ティラノサウルスだと、まあ、ある程度戦闘ができるわけで、はい、今まではさ、なんかちょっと、まあ、このエターナルの世界に投げ出すにはさすがにか弱すぎる存在ではあったんで、あんまりやってなかったんですが、まあ一応ティラノサウルスだったらここら辺でまあちょっとレベルの高いマンタとかメガロドン買って少し経験値稼ぐみたいな技が一応使えなくはないので、ちょっとねここら辺でレベルを上げておこうかなと。もしかしたらこの最終進化前にレベルを上げておくとちょっといいことが起きるっていうか、まあ最終進化の段階でレベルがなんかいい感じになる可能性もあるので、ちょっとここでねレベリングを挟んでおこうかなというところで、はい。とはいえ次が一応ギガノトなので、まあギガノトに進化させてそのギガノトの状態でレベル上げするっていうのもまあいいかなと思ったんだけど、まあせっかくだからねちょっとギリギリのところまでレベリングをちょっとやっちゃおうかなというところで、はい。じゃあ今日何すんのって話なんですけど、はい、また新たなボスに挑戦しようかなと。ただね今回のボスはね倒すだけじゃなくてなんとテイムができるっぽいんですよ。はい、こちらこれね、エンシェント州、はい、ウェルセムズエンシェントビッグフット、まあこれはまあビッグフット、まああのミスティカル州多分一緒だと思うんだけど、can be knocked out and tamed using ancient orbs。 はい、エンシェントオーブってアイテムを使えば気絶テイムすることができると。で、ウィルスポーン&ランダムレベル、まあレベルはランダムですよっていう、はい、こんな感じでエンシェント州っていうまあなんかテイムができるボスがいくつか出せるらしいので、ちょっと今回こいつをやってみようかなというところで、はい。最終的にはドードレックスとかマンティコアが呼べるっていう。で、今回、テイム自体は全部はしないです。はい。ドードレックスとマンティコアだけにしようかなと。っていうのも、サモニングリージェント、これ使わなきゃいけないんですよ。本当だったら、全部一通り倒してから全部テイムするみたいなことをしようとも思ったんだけど、さすがにちょっとコスト重すぎるんで、まあ、今回はね、とりあえず出せる分だけ出して、最終的なこのドードレックスとマンティコアだけテイムするみたいな感じにしようかなと思います。ちなみにその他の素材はディノブラッドだね。そう、ディノブラッドもね、なんだかんだ数が少ないから、そういった意味でもちょっとあんま何回も呼びたくないなっていう。よし、じゃあビッグフットとりあえず呼んでみて、さて、どんなもんが出てくるかね、ミスティ、なんか急にびっくりした。なんかもういきなり出てくるのかと思った。まあ、ミスティカル種よりは多分弱いかなと見てるんだけど、俺は。ミスティカル種より強いんだったら、ミスティカル種の立場がなくなっちゃうからさ。エンシェントっていうぐらいだからなんとなく骨かなって感じがするんだけど、アヌナキだとね骨が出てきたよ。エンシェントだと、はい、エンシェント種っていうのは骨だったから、これだとどんな感じになるんでしょうかという、まあ多分骨だろうねって。あ、え、ちっちゃ。あ、エンシェントギガントピテクス、ちっさ。体力が1、10、100、1000、万、10万、92万6000。あー、なるほど。なんか経験値バフを与えてくれるみたいなこと書いてあるね。で、ノックアウトでテイムができると。一応プライムポイズンアドでもいける？一応念のためにアンノーンポイズンとか連れてきたんだけどね。あー、来た。あー、はいはいはい。火力どうよこれ。ちょっとアーマー外してみる、はい、はいはいはい、253。これはダダ通りでも1370ぐらいか。あれ、そっか、そんなもんか。ああ、それで、ああ、ちゃんと溜まってるわ。ちゃんとこれプライムワーローでもいけるよ。92万でしょこれ。ダメージ軽減とかないよ。一発で死んじゃった。なんかあんま報酬も美味しくないぞ。あ、でもなんか経験値結構もらえたのかな、もしかして。結構経験値がもらえた可能性が。ちょっとじゃあ別のやつも呼んでみよっか。じゃあ次はダイヤベア、まあダイヤベアで。おお、わあ、これはでかいな。この子はでかいな。
また600レベルだ。で、見た目はなんか、アプデ前だね。アプデ前のやつだ。で、アプデ前、ちょっと、アプデ前の見た目のせいか、すげえ怖いんだ。顔怖っ！ちょっと待って待って待って。あー、やっぱり、クマと同じ。顔が怖すぎるんですけど、こいつ。いや、怖え、怖え、怖え。怖え、ちょっと、三ケベツやん、これ。怖っ！で、体力は ?1、10、100、1000万、10万、100万。あ、250万。あ、この子は結構あるじゃん。まあ一撃でこうなっちゃいますけど、いや二撃か、二撃でこうなっちゃいますが、はい、これボスじゃねえな。じゃあボスじゃねえんだったらもういいや。あの本命、このテイムする本命のやつら出しちゃおう。もうこれだったら、うん、いや、ここら辺のやつはまたちょっと機会があった時にしよう。うん。よし、準備完了。とりあえず、アンノーンポイズンワイバーンと、テックライフルの麻酔だね。これを持ってきましたよと。これで多分、大丈夫じゃねえかなと思うんだけど。じゃあ、やってみましょうか。エンシェントの、じゃあ、ドドレックスから、行きましょう。ドドレックス。あ？あれ？なんか普通、あーっとなんか、あやしい。それは聞いてない。それは聞いてねえわ。ちょっと待って。え、ダメージなんぼ？ダメージなんぼよ、これ。あー、でも単発ダメージはそうでもない。単発ダメージはそうでもないんだけど、それは聞いてない。あ、出血えぐいな。あ、回復あるから。一応、ちゃんと効きますかね、これ。効きます？なんか色合い的には普通のドードレックスだね、これちゃんと。あー、効いてる効いてる効いてる。オッケー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 。あ、もうほら、これでいいもん。ほら、もうこれでいいもん、もう。ほら。もういいもん。もういいもん。これでもういいもん。ダダをこね、ダダこね出したけど。テックライフルがダダをこね出しました。はい、もうこれでいいね。うん。もうこれだけで、これだけでいいっすよ。はい、終わりと。まあ、ちょっと水の中であげることになりそうだけど。てか、エンシェントオーブ1個でいいのな。これ。これ1個でよかったね。150個持ってきちゃった。てかさ、重くね？重いんよ、これ。エンシェントオーブ。重量300って、お前。まあ、ええわ。じゃ、とりあえずあげますか。なんもおらん？なんだよ、お前。え？マジで言うてんの？うわ、最悪。ちょっと待って、なんだこれ。うわ、マジか。え、こいつ攻撃すんの？うわ、ふざけんなよ、お前。もう焼き殺したら、お前。焼き魚にしたら、お前。ほらほらほら、おお、一撃でと。まあ、エターナルにはね、これ、リムーブストルポール。まあ、気絶値をリセットするポイズンイレーサーなるものがあるので、まあ、これ使えばね、やり直しなんか余裕ですよ。あれ？ああ、まあ、意外と減るの早いか。じゃ、ちょっと、どうしよう。一応ね、この薬使う時の注意点として、即座に起きて、即座に攻撃を食らうので、まあ死ぬっていうリスクがあるんですよね。それ考えたら、じゃあ、これ、いっか。使わなくて。このまま待機してよっか。ちょっと待って。エセボレアス出てきた。うわ、エセボレアス出てきたんだけど。よし、起きるね。じゃあ、ちょっとこっち側に来てもらって、で向こうはちょっとエセボレアスが出てくるんってね。え？攻撃されてんの？ああ、違う違う、あれか。ミニがいるのか、びっくりした。よし、もう行ったんじゃない？ああ、そっち行かないで。エセボレアスのそばじゃねえか、お前。よし、じゃあとりあえず、もうパパッと渡しちゃいましょう。頼むぜ、頼むぜ、これでうまくいってくれ。1個でいいんでしょ、1個で。おい、オッケー！よっしゃー！まあ難しくはなかったけれども、ちょっと時間かかったな。オッケー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 。で、体力が、1、10、100、1000万、10万、100万、300万なんだよね。え？なんだ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 こいつ。なんだこいつ。あ、呼んでくれた。あ、いいねいいね。呼んでくれてる。3万5580出してる。
なかなか出してくれるっぽいですね。よかったよかった。え、ちょっと待って。え、待って待って。なんだ。ちょっと待って。おい、待て。おい、ふざけて。びっくりし、ちょっと待って。モテる。あ、よかった。モテた。オッケー。え？なんか共食いしてない？ちょっと待って、敵と味方のドードレックスがいるってこと？うわ、ちょっと待って、あれ多分あれ敵なのか味方なのか分かんないけど、ちょっと安全な場所に。よかった、掴めて。いやー、よかった、ドードレックス掴めてよかったわドードレックス掴めてよかったってなんだよ。とりあえずここなら大丈夫かな。ふう、あ、オッケー。アルファワイバーのサドルがちゃんとつくね。で、これがつくと。あ、意外と食らってなかったな。意外と大丈夫だったか。意外と大丈夫だったけれども怖かったわまあ左クリックのこれね、まあもうアヌナキジェネシスで慣れ親しんだやつですよ。てかまあほとんど見た目バニラのドードレックスだしね。目がちょっと赤くなってるだけで、何がエンシェントなんだろう。うん、イニシエという意味かもしれないんだけど、何がエンシェントなのか全く分かんないっていう。で、とりあえずじゃあ基本的な操作方法が、まあ、左クリックが普通の噛みつきで、出血があるね。出血がある。多分これギガノットと一緒かな、重傷ってなってるから。で、右クリックでブレス、いつものブレス。弱い。なんだ。ちょっと待って。アヌナキのブレスに慣れ親しんでしまうと、めちゃめちゃ弱いんだけど、このブレス。ほら741って、あ、待って、何キーをした俺が、あー、 C キーでこれ、え、あれ呼べるわ、部下を呼べる、どうどう呼べる、どうどう、待って、どのぐらいかな火力は。まあ結構落ち着いてる感じかな。ただし全員が出血を持ってるっぽいので、あっという間に倒せるっていう、そんな感じっすね。わお、いいじゃん。ドードレックスと どれぐらいやれるかあれおかしいな、あんまりやれてる気がせん。あとさ、あ、炎上はしてるね。あ、じゃあ一応噛みつきプラス炎上のスリップダメージで削ることができるっていう、そういう感じか。割合ダメージのあれが出てないから、うん、これはそうだね、スリップダメージのドラゴンタイプの炎上ですわこれ。あ、よかった。これでファイヤーワイバーン のブレスだったら泣いちゃってよ。まあ一応やれなくはない、なさそう。ああ、一応やれなくはなさそうだね、インドミナスレックスあたりだったら。はい、オッケー。また今度はドラゴン出てきたよ。うん、まあ、ここら辺のね、なんかバニラ系列の敵だったら全然やれないことはないっていう、そんな感じだね。パンダとやり合ってるけど、どうだろうねこれ結構ね、あれなんだよ、あのこのミニオンたち、あのドードレックスだから、元がドードレックスだから、 DPS がすごいあるんだよね、この子たち。ものすごい DPS、 あれが動きが速い。基本的にあの移動も攻撃も全部移動、あれ速いから、DPS とかがすごい稼ぎやすいね、このミニオンたちは。いやー、ちょっとアヌナキのドードレックスと見た目一緒だからさ、その感覚で使いがちだけど、多分普通にアヌナキのドードレックスの方が強いね、これだったら。ちなみになんですけど、あのアヌナキのドードレックスがやってたような、あの火球が打てない、火球が打てなくなってる代わりに、こういう部下が呼べるようになってるっていう、そんな感じですね。うん、あと一応ジャンプはできる、うん、申し上げ程度ジャンプは一応できる、うん、テラバードみたいにパタパタパタって羽ばたいてくれたら可愛かったんだけど。ちなみにインドミナスドードレックスはどうだろう。だいたいメレー戦にして、体力はね、まあ、うん、体力はインドミナスの方が上だね、451万9500。うん、さて44,000、あ、そうだね、44,201か、あんま変わんないか。あー、ブレスの威力はまあ、うん、圧倒的だね
まあこちらのエンシェントドードレックスの方の強みは仲間が呼べるっていうことだね。そっちが一番の強みだと思う。うん、まあ純粋な火力だったりするとインドミナス州より弱いかなって、そんな感じだね。まあ大体インドミナス州と同じと思えばいいんじゃない。うん、あと大きさは若干インドミナスの方がでかいかな。よし、次ちょっとマンティゴアですよ。次マンティゴアですよ。お前、いつまでいんの、いつまでいるのよ。嘘でしょ。ずっといんの。いやいや、ちょっと待って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 、どういうこと。ずっといるじゃんこいつら。これ何、単体、単体とかじゃなくて、待って、これずっといるんだけどこいつら、どういうことよ。こいつら消えないの。わわ、ちょっと待って、ロボットトリケラトプスが、ロボットトリケラトプスがなんかゴミにされてる、ロボットトリケラトプスがいや、スクラップにされてる。ちょっと待って、あれ倒された瞬間にバイオニックギアとか出るから困るんで、どうしようこれ。ジンクスで倒すかこれ、やるか。あれ消えた？なんだお前。ロボットラプトルなんていたんだ。さすがに消えたか。いや、消えてねえな。なんかまだいるな。早いんだよ、あいつら。ちょっと、ほら、こっち来い。結構、報酬おいしいんちゃうの？いや、まだ任せる。俺らがやるから、トンボは突っ込んでろ。意外と人に迷惑かけるタイプのやつだった。なんだ、待った。なんだあれ。ロックドレイク？エレメンタル？ライトニング？コラプテッドロックドレイク？まあ、とりあえずラベジャーには突っ込んでてもらって。コラプテッドってことは汚染されてるってことこれ。おお、汚染されてる。汚染ロックドレイクだ。寝るこれ。汚染ロックドレイクなんかいたの。しかもこれ地味に結構大変じゃんこれ。あ、いやいや、せっかく肉薄してるし、打ち込んでみるか。せっかく肉薄してるしね、打ち込んでみましょう。ででで、本当にコスパが悪いな。ペンペン。はい、これでどんだけ溜まった？なんで切り替えるんだよ。ああ、いいね。順調ですよ。ああ、どうぞ、そのまま行けってたろ、お前。そのまま行けと言ったろ。べべ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 
これ。あ、切り替わった。なんかちょっとタイムラグあるね。あ、オッケーオッケー、寝るねこれで。うん、オッケーオッケー、寝たわ。いや、なんか凄まじいなこれ。さーて、ちょっともろもろ邪魔が入ってて時間かかっちゃいましたけれども、じゃあ呼びましょうか、マンティコア。今回の本命だね。これでもし万が一めちゃめちゃなんか体力2億とかあるやつだったら、あれ、おじさん歓喜しちゃうんだけどな。ね、マンティコはね、あの、ザコザコザコって俺言ってたけど、ここで、いや、誰がザコじゃと言って、おめえを返上してくれるとありがたいんですけど、そういうことになりませんか。いや、あ、いや、ちょっと待って、超かっこいい、なんだ、なりそうやぞ。え、レベル225?全然見た目違うじゃん、普通のマンティコアと。なんか、何このカラーリング、アメリカンなカラーリングしてんだけど。てか、攻撃してこないな。攻撃してこないね。あ、ダメージカットある。これは期待が持てるぞ。なにこの音、なにこの音、なにこのぐちゃぐちゃぐちゃって音。あれあれ何があったんだ待って、何があったちょっと待って、何があった。お前一人で全部やっちゃったのか、お前。全部やっちまったんすか。マジっすか。ちょっと待って待って。ああ、全然大丈夫だわ。
と待って、一回倒してみる。ああもうなんか食われてるしな。ちょっと食われてるし、ちょっとごめん、一回倒してみよう。一応エンシェント種最強っぽいので、ちょっと一回倒してみて、そのなんか命の価値を測ってみようか。何の価値もなかった。じゃあ本当にマジでエンシェント種は倒す旨味がないんだな。しゃあ、じゃあ気を取り直してもう一回行きましょうか。これの無駄遣いが半端ない気がしてきたんだけど、今更だけどね。さて、じゃあこれがラストにしよう。これラスト、もう今後に使う分がなくなっちゃうんで、これはい、来た。だから痛えっつって。大丈夫、ターミナル消し飛んでないこれ。あ、大丈夫だ。400レベル、さっきよりでかい。じゃあいっかね、これで。うん、これでまた便利そうだったらまたね、ちょっと危ねえっつうの。5448。いや、意外とこれ意外と持てるんちゃう、機体やっぱり。あ、いやお前まだいんのかよ、まだいたお前。あんなとこにいる。うわ、もう雪山まで行ったぞ。いやー、ちょっと待って、雪山は危ないんだって。雪山は今マンモスが大量発生してるし、折り落ちしがねないから一番怖いんだって。そこが待って、折り落ちしちゃうよそれ。ほらもう重たい。 20fps、 20も出てねえんじゃねえのこれ。下手に誘導もできないね。まあ10、もう 10fps やめてお前、 10fps やめろって。あ、行ったわ。あ、やった。よっしゃ、10fps の勝利。じゃあもうパパッとやっちゃいましょう。パパッとや、いや、やろうやろうやろう。はいはいはい。もう全部食っていいよ。全部食っていいよ、もう。うん。あ、特別、出血大サービス、出血大サービス。もう、何回も出血してるから、出血大サービス。よし、来たい。イェーイ。おお、かっこいい。そんな方向するんか。いや、かっこいいぞ。え、サドル必要なの？何のサドル？まあいいや、サドルが必要なんて言うんだったら、じゃあ とりあえず一回ここ危ないんで。結構良くない？結構良くない？なんかかっこいいんじゃないの、すごく。少なくともこの間のファンタズマルバンティコアよりはビジュアル最高やで、これ。じゃあとりあえずワイブーバ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 ー、赤赤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 、ちょっと待って待って、ファイヤー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 、オッケーオッケー、よしよしよし。メガロサウルス湧いとるやんけ。ああ、オッケーオッケーオッケー。ワイバーのサドルだった。オッケーオッケー。よかったよかった。じゃ、とりあえずアーマーもつけてと。いや、いいぞ。かっこいい、これ。ほら。なかなかいい。いや、足音も最高。え、足音かっこよくね？え、こんな足音すんの？かっこいい。ちょっと待って。うわ、また出てきたよ。じゃあ左、ちょっとこの辺で 見ちゃおうか。左クリックがこれね、噛みつき。右クリックが、ああ、これか。ああ、あるね、バニラのやつでもあるやつだね。32,277。あ、出るじゃん、意外と出てない。おお、え、いや、いいんじゃないですか、結構。なんか X キーでトゲ飛ばしてんのかこれ。ああ、 X キーでなんかトゲ飛ばしてんだこれ。バニラのボスでも一応あるよねこれ。爆発してるけどね。うん、爆発はしないけど、バニラのやつは。新規何これ。あれ、トゲって2種類あったっけ、マンティコアって。なんかシーキーでもなんか飛ばしてる。ほら、おお、36,000。あれ、意外とやってくれるんじゃない。ああ、まあレベルが低いからちょっと何とも言えないけど、確かにバニラでもこの辺のトゲは飛ばしてたけど、これ何だったっけこれ。バニラだと、うん、少なくともこんなバカッとしてない。てかさ、これさ、恐ろしいのがさ、これ、ちょっと待って、これクールタイムねえ。クールタイムないんだけど、これ、え、どっちもクールタイムがねえこれ。大爆発してんね。
で、これが一応機乗車貫通なのね。この大爆発が。おーおー、8万出てるじゃん。8万6000、あれ805、あ、出てるじゃん結構。え、ちょっと待って、思ったよりいいぞ、思ったよりいいぞこの子。しかも早い、え、早い早い早い、見てこれ。いや、ちょっと待って、アンノーンライトニングバイバーに匹敵するスピードなんだけど、これめちゃめちゃ速い。ちなみに海の中は、あ、海の中ダメか、そっか、それはしょうがないな。いやいやいや、ちょ、結構いいじゃない、結構かっこいいよ、かっこいいし使える、なか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 使える。いや、もちろんね、もちろんなんか使い勝手とかそういうのを考えると、ちょっとまあ、あの、他のワイバーに送るの取るかもしんないけど、いや、いいよいいよいいよ、全然強いよ。お、レベル、ちょっとこれね、命令ちょっと欲しくないですか、命令ちょっと欲しくないですか。764、ここまで上げてどのぐらい出るかな、どのぐらい出るかな。あ、やべ、62000、え、ちょっと待って、結構伸びてるんじゃないの。ヒュイン、おおあれ、これもしかして、あれ、燃えるタイプ、これ炎上してんじゃないの、もしかして。ボーン、え、溶けた、おお、溶けた溶けた、え、ロボットテリジノサウルスだって、こんなのいるんだ。ああ、いたいたいた、ちょっと待って、あの、そ、今そのロボットテリジノサウルスさ、なんかえぐいダメージ受けてなかった、スリップダメージ。あ、この溶岩って、これ今溶岩出てるじゃん、この溶岩スリップダメージえぐい可能性あるぞ。今4万5000とか出てたよ、スリップダメージ上げて。ドードレックスおらん、ドードレックス、ちょっとドードレックスあたりとやりたいんだけど、あ、待って待った、いやいや、この子でいいや、こいつ体力確か結構多かったはず、このジラフ、このジラフ結構体力多かったはず。よいしょ、あ、溶けちゃった、ごめん。お、親方、空からティタノサウルスが、あ、いいじゃん、ティタノサウルスでちょっと試そうぜ。ごめんなさい、耐えませんでした。あ、この子さ、ちょっと待って、あ、上に乗れないタイプだ、この子。うん、この子ちょっと上に乗れない、やっぱりなんかおかしいスリップダメージ入ってんな。3万6000とかスリップダメージ入ってるぞこれ。マジで、もう対地攻撃じゃんこれ、ほぼ対地攻撃じゃんこんなん。とシーキーの、そうだね、Cキーのやつだとこういう風になんか溶岩が残って、 X キーは単純になんか飛ぶんだ、こんな感じで。はい、まあ、X キーはなんか単純に弾だけが飛ぶっていう、でクールタイムがなぜかないっていう。ちょっと待って、なんか28万とか入ってる。え、おい、待った、あんま期待してなかったよ、遠征都市もあんま期待してなかったけど、めちゃめちゃ面白いぞこれ超面白いこれ、何これ、異次元の面白さなんだけど。ほらほら、遅えよ、お前ら遅えよ、対空砲火してももう遅えんだよ。あの、本物の火を教えてやる。あ、待って、この尻尾攻撃、あるある、やっぱりほら、一応気絶値上昇があるわ。ここら辺はバニラと同じだね、バニラと同じで、この尻尾攻撃にはほらあります、これちゃんと気絶地不要がよかった。これがありゃね、まああってもなくても一緒だと思うけど、まあでもね、ちょっととりあえずね、本物の火というものを見せてあげますよ。こういうことだよ、これが本物の火よなんだこのスリップダメージ、おかしいだろ。というわけで、マンティコア、エンシェントマンティコアテイムでした。あのね、最高だね、最高。ちょっと待って、あの、正直期待してなかったんだけど、いや、こんな面白い能力、こんな面白い能力があって、ちゃんと威力もしっかり出てて、そしてこの移動速度、この移動速度とこの機動性能よ、これ。そう、あの、ちょっと触れてなかったけど、あの、確かにアンノーンワイバーンほど、まあ、圧倒的な旋回性能とか誇ってないんだけど、まあ確かにちょっと円を描くような挙動にはなってるんだけど、それでも全然気にならない。だってこんなに速いし、ちゃんとほれ、こんな感じでほら真後ろを向くこともできるから、結構いいよ。うん、
ただまあ海に潜れないっていうか水の中入れないっていうのはまあネックかもしれないんだけど、まあそれはもう元々飛行生物なんてのはそういうもんだから、そこら辺はねどうでもええのよ。いやこのね面白さ、この爆撃の攻撃の面白さと威力を兼ね備えて、このスピードを兼ね備えてる、いや火力とスピードを兼ね備えてる超優良なマンティコアでした。ほい、いやマンティコアっていうことでちょっとなんか渋めに見てたのよ俺。あのファンタズマルマンティコア、ボスのマンティコアがあのざまだったじゃない、あのざまだったから、なんか正直ちょっと期待はしてなかったんだけど、期待をめっちゃ超えてった。クソ楽しい、クソ強い、そして見た目最高、言うことないこれ。いやよかった、俺エンシェント州スルーするかもしれないと思ってたんだけど、スルーしなくてよかったわ、超楽しいし。いやもうあれこの子はねちょっとしばらく移動用として乗ってようかなと思う。うん、一応注意点としては体力、体力がまあ200万しかないから、200万しかない、うん、からそこら辺注意しなきゃいけないね。ちゃんとアーマーとかつけて防御力も確保してあげて、もうちょっといいサドルつけてあげたいな。うわこれ一目惚れだ、一発で気に入った、これ素晴らしい。いやーこれだったらレベルね、なんか600レベルの子とかテイムしたかったけど、でも600レベルの子とか超強いんだろうねこれ。なんかどっかで厳選したくなってきたかもしれないこの子は。素晴らしい本当に。いやーこれこそマンティコア、砂漠の主よ、これこそ砂漠の主よ。こんな風格あるね、ねマンティコア俺初めて見た。アルファマンティコア見習えよお前、なんだよこれ超かっこいい。さすがでね、エンシェント古代のマンティコアっていうのは叱るべき王だったというわけですよ。はい、というわけでじゃあ今回はここまでということで、ご視聴ありがとうございました。じゃあ俺はちょっとこの子をもうちょっと遊んで伸び回したいと思いますんで、というわけでお疲れ様でした。